置。ホログラムデータを修復して再生するには、データの破片を全てスキャンしてください。これではっきりしたわ。他にも生存者がいる。これを使って無線信号を強化しようとしてたのよ。私たちと話そうと。ねえ、ここで待ってみる。誰か戻るかも。どうかな。かなりボロボロだし、捨てたのかも。そう思う。そうね。分かった。なら使わせてもらうわ。生存者を見つけるのは。大佐博士、ムーン博士、通信装置を見つけた。応答してくれ。くそ。
データの破片をすべてスキャンしてください。
片をすべてスキャンしてください。流せ。早くみんなと再会して驚かせたいわ。シャワーが使えるといいんだけど。なあ、こっちはどでかい砂嵐が襲ってきてるんだ。そっちに行くかはまだわからないし、風速も計算できないが、隠れた方がいい。了解。でも嵐が来る前にビルグリムを見つけるわ。大丈夫？黙ってるけど。ちょっと放置しないで。一人じゃ寂しいでしょ。その、今言うべきじゃないと思うけど。何よそれ、言って。分かったよ。残り 1% まで消耗してたあのバッテリーのことなんだけど。あのバッテリー一つが 1% まで消耗するには約30年かかる。それで考えたんだ。外に行ってシェルターの外側についたカビを削り取った。大丈夫？ああ、大丈夫だ。で、カビが何なの？そう、で、成長速度を測った。カビがこれだけ広がるのにかかる時間を計算してみたんだ。約30年だ。何が言いたい？いいか、ここから複雑になる。ピルグリムは僕たちの3秒前にワームホールに吸い込まれた。でもバッテリーやカビはピルグリムがここに30年いたことを示してる。
エヴァ、僕が言いたいのはワームホールの向こう側の1秒はこっち側の10年だってことだ。この意味がわかるだろう。そうね、わかる。辻褄が合うわ。食料が腐ったのも納得。でも蜂蜜は大丈夫だった。腐らないからもっと早く言ってよ。それは確信じゃなくて仮説だから。でもピルグリムで誰かを見つけたら30歳年を取ってるだろう。30年分の物資があればね。物資は十分にあったはずよ。わかった。それに実はラッキーかも。だってここに30年もいるなら宇宙船だって修理してるはずだし、そしたらみんなで脱出できるでしょ。これ以上何もなければ。グラント、大丈夫？嵐で通信が途絶えたんだ。何だったの？窓が割れて塞いだから持つと思うけど、君はどうだ？大丈夫。さっき言ったことについてはどうなんだ？もちろんきっと大丈夫だから。
通知。ホログラムデータを修復して再生するには、データの破片を全てスキャンしてください。グラント、見てる。ああ、でも信じられない。ピルグリムのものじゃないわ。そこから離れた方がいいんじゃないか。私はピルグリムを見つける。キャス、人間の痕跡はあるか？スキャン中。どこに行ったんだ？スキャン完了。何も感知できません。やばい！
よかった。これで合流できる。データの一部を修復しました。新しいホログラムデータが再生可能です。再生しろ。この土壌サンプルで一番奇妙なのは、含まれている微生物に明確な進化的関連がないことなんだよ。まるで違う生態系から来たみたいだ。微生物と僕らが違うぐらい互いに異なってる。ここで一生過ごしても確信に近づくことさえできないだろうな。
そんなことで時間を無駄にするのはやめて。それを知れば地球に帰れる。そんなの全く役に立たないわ。脱出できなきゃ興味深い発見なんて何の意味もないのよ。誰も知らないんだから。何かするならせめて食料の目録を作るとかして。それか、ごめん、感じ悪いわね。ごめんなさい。ただ歩き疲れちゃって。いいんだ、わかるよ。確実に君の方が頑張ってる。普段はもっと感じいいの。そう。待って、あったわ。ビルグリムよ、ビルグリムの中心部。おお、やったぞ。やったわ。もう少しよ、脱出できるわ。ここから脱出。